進化していくと地上を捨てて地下に潜るんですね、うん、地上の天変地異とかそういうの関係ない地下に潜ってそこに都市を築くので、うん、あの何もない星みたいに見えるんですよね、うん、思い込みがあるうちはダメなので、うん、宇宙人いるんじゃないぐらいの感じになってから姿を現さないと、うん、警戒されて攻撃されるかもしれませんし、体はいるんですかとか、はいはい、今地球人が宇宙にどんどん進出していって火星に探査機出したりとか、はい、いろいろ宇宙を調べ出してるわけじゃんね、はい、で今の地球人がテクノロジーでなんとかいけるであろう、はい、この太陽系の惑星の中に生命体はいるのかどうかっていう質問って結構あるんですけど、これどうでしょうか。一応いますよ。あ、一応いるんだ。はい、うん、いますけど、うん、バレないようにあの、うん、かわいいなっていう風に見てません、うん、あ、いるけど、うん、地球人は発見できないんだ。そうですね、ちょっとずつ痕跡を出していって、うん、なんていうんですかね、地球人にこだよこだよ、ちょっとずつちょっと謎を提示していってなるほど。例えば火星に探査機を送ったりとか、うん、月に探査機を送った時に、うん、ここにもしかしたら過去に水があったかもとか、うん、あれこれがあるってことはもしかするとここに生命があった可能性がみたいなのってニュースで上がってくる、うん、そうですね、うん、そういうことを言ってるんだよね、うんうん、じゃあ月にもいるんだ。ただあの宇宙人としては地球がどんどん発展していくまでは、うん、あんまり関与しちゃダメっていう決まりがあるので、うん、はい、あの探査機とか機能隠れてて、うん、ちょっと光合成出してみたりいろいろやってますよね。例えばアポロがさ月に行ったとかっていうのがあって来た時も、うん、まあ来たけどまあなんかやってる。例えばさ地球だとさ、うん、ビルとかあったりなんか分かりやすいじゃん、うん、ああもうこれ人おるなって一発で分かるけど、うん、アナもなんかポコポコの岩だらけの映像なんだけど、うん、まあヨンちゃん映像でしか見たことないんだけどね、うん、ああいうのはなんか技術的にああいう風に見せることが可能っていう話なの。可能です。すごいね。じゃあ月には生命体がいるってことは、うん、ちゃんと僕ら人間みたいにそこで生活してたり、はい、普通に文明みたいなのがあるって話なの、うん、そうですね。進化していくと地上を捨てて地下に潜るんですね、うん、はいはい、地上の天変地異とかそういうの関係ない地下に潜って、うん、そこに都市を築くので、うん、あの何もない星みたいに見えるんですよね、うんうん、なのでそういう状態、進化上のまず地上に文明が気づかれて、うん、一度地下に行ってで高度な文明が気づかれた後にもう一度地上に出るっていうプロセスがあるので、うん、クラリオン星は一回地下に潜ってもう一回出てきた状態ですね。なるほどね。で太陽系の他の惑星は一回地下に潜ってる段階ですね、うん、だからまあ我々地球の常識からすると、うん、地球の表面上に生命体がいるっていうふうに思うんだけど、うん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 、そうじゃないような星がこの太陽系の周りには多いっていうことね、うん、なるほど。じゃあ火星とか月とかもそれと同じような原理なんだ、うん、面白いね。ってことはさ地球まだある種さ星そのものと融合してるか、なんか要するに星をコントロールできるって話になってくるでしょ、うんうん、そうなの。できないことはないですね、うん、ただ、うん、あのするメリットがないとかする必要がないので、うん、いざとなったら星ごと逃げるみたいなのはしますけどね、うん、なんかさヨンちゃんがちらっと聞いたのは、うん、月は実はあれは惑星じゃなくてあれが宇宙船そのものだみたいなことをなんかどっかで見たこと、それで操作しててみたいな聞いたことがあるんだけど、うん、それはどうなのかな、まあ、操作できないことはないですけれども、うん、まあする必要がないので、うん、今のところはただ浮かんでるというか回ってるだけですよ、うんうん、おなるほどね。じゃあ月の中にいて、うん、表面上には分からないから、うん、まあ、地球人が絶対そこにたどり着いたとしても行けないから、うん、とりあえずまあ地球人が文明が上がってくるまではヒントは見せて、うん、ある程度そこがもう分かるような状態になった時に初めて、うん、あ実はいたんですよみたいな、うんうん、こういう状態になるという話ね、うん、面白いね。じゃあちなみに月でいうとさめっちゃ地球から近いじゃん、うん、昔は月はなかったっていう説とかあるの、うん、で隕石が落ちてきて
なんかそれでこう地球からなんかボーンってちょんちゃんも細かいとこ覚えてないんだけど、うん、大昔は地球には月がなくて、月はある時誕生してこの月と地球の関係ができたみたいな説があるんだけど、これはどうでしょうか。まあそれは知りませんけれども、うん、まあ、そういうのはあるんじゃないでしょうか。あ、そういうのはあるけどね。地球に生命体が存在する理由として月があることが挙げられるので、うん、あの月のおかげで引力で隕石を跳ね返してくれたりとかするので、うん、あの地球に隕石が落ちてきて、うん、あのすごい荒れ地になったりしないのはそれが原因だ、うん、あ、月があるおかげでそういった隕石が落ちてこないとか、うん、あ、例えばあれ引力あるおかげでね、あ、波のなんかこう潮の、うん、とかね、うん、それで海水がぐるぐる回って、うんうんうん、ね、それで温度を下がりますもんね、うんうん、そういった作用があるとかっていうのも聞くんで、うん、まあ、地球のためにはなくてはならない恒星っていうんかな、うん、なんていうかちょっとわからないけどくっついてるね、うん、惑星っていう役割でいうとこれ大事な役割をしてるっていうことね、うんうん、あとは月に住んでる、ね、星人たちはもともと地球にいた人たちが地球を脱出して月にたどり着いて月で文明築いたっていう話もあるんだけど、これはどうかな。それはなさそうですよ。あ、それはない、うんうん、だったら今何か記録が残ってるはずなので、うん、何も記録がないってことは多分ないですね。あ、ないということね。じゃあ純粋に月に宇宙由来の生命体がこう来て地球と一緒で、まあ、ヨンちゃんがこうビューンって来たみたいに生命体が来て、うん、そこで純粋に月星人みたいな感じで進化していったっていうことね、まあ、月の場合は地球よりも独自の生命体なので、うんうんうん、まず水があったので水から微生物が湧いてそれがどんどん進化していって月星人になったって感じですね。どこからも由来はないです。あ、なるほど、オリジナルっていうことね、うん、月自体が、うん、あ、面白いねすごいね。ちなみにさ、うん、さっき言った火星とかいろんな星に地球がどんどん進出していくんだけど、うん、実際にそこに本当にさっき言ったみたいな、うん、なんかソータみたいな生命体がおーみたいな感じで実際こう出会えるまでにあとどれぐらいかかるようなイメージあります。数百年はかかるんじゃないですかね。で、ヨンちゃんたちがもう生きてるうちは、うん、なんかいましたみたいな。層が変わらないと、うん、思い込みがあるうちはダメなので、うん、宇宙人いるんじゃないぐらいの感じになってから姿を現さないと、うんうん、警戒されて攻撃されるかもしれませんし、あの、地球とかの文明に大きな損傷を与えてしまう可能性があるので、うん、ああ、そうね、人間もそうだけど怖いと攻撃性でやられる前にやるみたいな、うん、あるもんね、うん、なんか映画とかでもさ、うん、宇宙人が我々を支配するんじゃないかっていう議論になって、うん、だったら先に攻撃しようみたいな映画とかもたまに見たりするもんね、うん、っていう攻撃的な人種が地球にはいるってことが分かってるから攻撃されるのかもしれませんけどね、うんうん、そういう理由で宇宙人たちっていうのは地球の成長を見守ってるし、うん、待ってるし、むやみに刺激を与えないようにしてるっていうことね、全体で、うん、赤ちゃんみたいに可愛がってますけどね。ってことはやっぱりこの地球の周りの惑星たちでいうと、うん、地球だけがなんかある種特殊な星というか、うん、他の惑星に比べたらなんかすごい分かりやすい形で存在してるってことね、うんうんうん、ちょっと遅かった感じです遅いんだね、うん、地球がね、うん、まだ地底に行けてないもんね、うんうん、なるほどね、まあ、そういう意味で言うとソータがだいぶ昔に教えてくれたよ、なんかもうバーンバーンって失敗ばっかりしてるんでこう成功ってしながらこう上がっていくと進化ってしていくんだけど、地球ってまあまあまあいいとこまで行くんだけどまたダメだこれは、で何回かやり直してるんで、うんうん、そのやり直してる分今の状態がなんか長く続いてるっていう感じだよね、うん、じゃあソータが例えばこうやって今 YouTube で月に星人いるよとかって言うっていうことは、言うってこと自体は大丈夫なの。あんまり良くない。あんまり良くないんだ、うん、まあこれも一つね、ヒントを与えるっていうか、うん、なんかきっかけになるような、まあ、そうかもねっていうふうに思えるような情報の元ですね、うん、YouTube とかそういうのだったらギリ大丈夫なんですけど、うん、テレビとかっていう信用されてるメディアって言っちゃうとダメです、ね、あ、これも YouTube ギリなんだね、うん、なのであのお笑いとかそういうバラエティとして捉えられるぐらいの場所で言うなら大丈夫だけど、うんうん、バラエティとかそういう場面じゃないニュースとかで言っちゃうとダメっていう、うんうん、真実に聞こえちゃうとか ね、うん、まあ、都市伝説とかそういうレベルだったら別にいいっていう、うん、創作だからって。そうね、だからまあソータが言ってることもそうだし、例えばね仮にヨンちゃんが月に行ってたまたま月星人とヨンちゃんが遭遇してしまったと、うん、でヨンちゃんはもう月星人になったってこと言って
だとしたら、うん、だいたい多くの人たちは、うん、じゃあ証拠を見せろとか、うん、本当にそれがいるんだって言うけど、うん、その証拠を今のソータの話だったら探せないよね、結局、うんうん、こっち側がピョンって出てくれない限り意図的に、うん、絶対にこちら側からその子に生命体がいるっていう、うん、答えを見つけに行くっていうことは今の地球の文明のテクノロジーじゃ不可能って話だよね、うん、だから証明しようがないんだ、うん、宇宙人がいるのかいないかとか、うんうんうん、UFO があるかないかっていうのはね、うん、ああすごい分かりやすいですよね、うん、こういう話をしててソータがね他の成人たちが怒られなかったらいいかなとは思ったりはするんで、うん、まあ、そこは心配だけどそれはまあ YouTube レベルだとギリギリセーフ。そうですね、うん、あとはねこういった質問もあってやっぱりソータ君は言えない話と言える話があるんじゃないかなとか、うん、今の話はまあオブラートに包んで、まあ、さらっと流しちゃうねとかっていうコメントもあったりするので、うん、やっぱりその境界線みたいなのあったりするんかな。そうですね、うん、まあないことはないですけど、うん、これはなんとなくここまでは言っちゃダメだなとか、うん、ここまでは話していいなっていうのはなんとなくあるんだよねやっぱり、うん、まあなんとなくありますけど、ヨンちゃんがしている質問ぐらいなら多分大丈夫なのかなと、うん、そうね、俺がそもそも分かってないから、うん、この高度ななんかっていうのがないから、うん、ヨンちゃんレベルぐらいの質問だと、うん、まあ、答えていいようなことしか俺が聞いてないってことだね、うんうんうん、なんかヨンちゃんのちょっと発展した地球人ぐらいその感じだったら全然大丈夫ですけど、うん、まあ、知ってる人に聞かれちゃうとちょっとまずいですね、うん、まあヨンちゃんもねなるべく皆さんがね聞きたいような話っていうのをチョイスしてるっていうことで、うん、あんまりこう難しい話をここでしたところで、うん、YouTube なんでこれ面白くないじゃないですか。そうですね、別になんか宇宙の神秘を研究しようっていうなんかチームではないんでね、うん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 、研究チームではないんで、だから皆さんね、まあ、いろいろ本当に宇宙のことについてはわからないことが謎がたくさんあるんでね、知りたいことがたくさんあるんだなっていうふうに思うんですけど、うん、地球人が今こうどんどん火星に移住しようとか、うんうん、なんかいろいろ計画立ててることに対しては、うん、なんか宇宙人はどう見てるんでしょうかね、うん、あ、来るのみたいな、うん、あ、行くんだ、うん、あ、じゃあそこちょっと使わせてもらおうかなみたいな、そんな感じです。それはもう勝手に、例えば地球でいうとさ、地球外生命体が来ると未確認なんかが来て大騒ぎになるじゃん、わーって、うん、そういうことでもない、別に、いや、もうあっちから確認できてるから、うん、まあ来たらみたいな、うん、まあちょっと様子見てるみたいな、苦しいけどみたいな、地上捨ててるので、うん、あ、なるほどね、うん、あ、火星でいうともうここにもうそもそも住めないようなところに我々は下にいるのに地球来てそこで生活するようとしてるけど、うん、まあ大変よみたいな、うんうん、あと他の惑星からしたら、おー、地球のちょっと資源もらってくわみたいな、いない間には。ああ、なるほどね、うん、逆に月星人とか火星人とかが地球に来たりとか、うん、地球に探査に来たりとかっていうのはないの？ないです。あ、ない、うん、確認できてなかったらいいんですけど、確認できちゃってたらダメです、うん、ってことはもうおおよそ分かってるんだね、もう地球のことは、うん、他の星の人たちっていうのは、うんうん、だいたいこういう星でどんな風に生活しててっていうのは情報としてはもうあるっていうことね、うんうん、でもクレヨン星人みたいに来てる人はいるよね、うん、アンテナ星人。でもなんか分かりやすくこう、うん、宇宙船に乗って探査しに来てるっていうのはないってことだよね、うんうん、だから要するに転生というか意識を持ってきて地球人として生まれて、うん、その意識を転送してるっていう、うんうん、そういうのがほぼってことよね。そうです。ね、うん、ちなみにご近所のお星さんたちは今の地球のことどう見てるの、うん、あ、昔そんなことあったなみたいな、うん、懐かしんで見てます。あ、古いのね、うん、なるほどね。そういう自分たちも今までこう歴史的に経験してきたことを地球人が、うん、まあ、なんか大人が子供を見てるみたいな感じね、うんうん、だから他の星の人からちょっとだけ高度な人からしたら、うん、あ、この歴史の教科書に書いてあることと似たようなことしてるなみたいな。うん、なるほどね、うん、まあ、書物ではないでしょうけども、うん、じゃあ地球のことに関してはある種いろんな星の人たちっていうのは、うん、地球って大体こういう星だよねっていうことは、うん、もう大体分かってるんだよね、うん、で分かってるけども基本的にはあまり口出しをするとか、うん、関与するってことをしないように見守ってくれてるっていうことよね、うんうんうん、ルールがあるんだよね、うん、関与しないようにね、うん、ね、え、だから地球人が宇宙にどんどん進出していくような、ね、流れが出てきてるんで、まあヨンちゃんもね宇宙に行きたいなっていうふうに思ったりはするんですけど、うん、どうなんですかね、宇宙に地球人が行くメリットみたいなのはないんじゃないですかね。特にない、まあ、楽しいぐらいの。そうね、うん、まあ、ただ学びにはなるかもしれませんね、うん、それね、うん、まあ、そうね、経験できるんだもんね、うん、そうね、無重力の空間とかが経験できるとかね、うんうん、地球の外に行ってね、宇宙空間を見るっていうことはなかなか地球にいると経験できないことなんでね、自分で見れないもんね、うん、うん、
はい、まあ、ということでね、今日いろんなお話をしてきたんですけども、まあ、今日はこれぐらいにしたいと思うんで、あのぜひね、皆さん中人シリーズちょっと今日で一旦、まあ、ある種もしかしたら最後になるかもわからないし、次回はもしかするとちょっと総集編的なものになるか、一旦ね3年生4年生5年生シリーズを振り返るっていうようなね、まあ、そういったことにしていきたいなというふうに思っておりますんで、まあ、最後にね、まず奈々ちゃんの方から皆さんにちょっとメッセージというか感謝とかお伝えしていただければと思います。はい、ありがとうございます。YouTube をね見て、実はお話し会にね来てくださってる方とリアルでね会うと、本当に人柄というか、ソータのことをね応援してくれてる、空気波動を持ってる方との出会いが私はすごいありがたかったです。多分ねラストになってまた会えるのがこれからどうなのかなと思うんですけども、この YouTube を通してねソータを知ってくれて、なんだかなこうちゃんと見てくれてたっていう人をねすごく私は感じてるので、これからもどこかでね会えると思うんですけども、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ね、本当に僕と奈々ちゃんはねソータのことでいろんなことを学んだしね、こういった違いがあるとかね、こういった概念とか見方捉え方の違いがやっぱり地球の中でもあるけど、地球の外にもねやっぱりいろいろあって、まあ、そういった世界があるんだなっていうことを知れたっていう意味で言うとね、すごく皆さんと一緒に成長できたともに、まあ、そういったね3年間約3年弱ですかね、まあ、期間だったなっていうふうに思っております。はい、ということでもうソータ君ももうそろそろ最後かなと思ってね、横で皆さんにたくさんメッセージをねもうまとめて伝えようというね、まあ、そういった熱意もヨンちゃんはビンビン感じておりますんで、最後にソータ君から皆さんにメッセージをお願いします。バイバイ。もうちょっとだけ続くからね、応援お願いします。チャンネル登録もお願いします。評価もぜひぜひ。ありがとうございます。あなたの夢は何ですか？いよいよ子どもの夢コンテストの応募がスタート。グランプリを決めるのは3月21日沖縄の会場で、審査員陣は豪華なゲストが勢ぞろい。バリの大富豪こと丸尾貴俊、元吉本興業の芸人で現在お腹の中から保育園園長天竺マン、点描画家の大城清太、子どもの夢は無限大、どこまでもやりたいことは広がる。みんなのやりたいことを動画で撮影して送ってください。ご応募お待ちしています。大人の皆さんへイベントの応援者も募集しています。応募方法は3つです。応募その1、子どもたちの夢を応募、動画データにてお送りください。15歳以下が対象です。応募その2、大人の皆さんはライブ視聴による応援が可能です。一口3000円から何口でも購入可能です。応募その3、イベントを一緒に作り上げるファミリースタッフとして応援1万円コース、本番までの舞台の裏側まで見えちゃいます。グランプリを決めるのはあなた、投票できるのは応援サポーターとファミリースタッフのみとなります。ご注意ください。子どもは輝き、大人も本気になる。楽しいイベントをみんなで盛り上げていきましょう。ご参加お待ちしております。